はい、どうも、ちかでーす。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、まずは7月13日に追加された高山選手のね、能力を見て、その後にね、残り一つの野手枠ね、誰が出るかについて考察していきたいなと思います。はい、というわけでね、7月13日にまさかのね、高山選手が追加されましたと。で、軽くね、能力チェックしたのに関してはね、7月14日にショートで上がってるかなと思うんですが、まあ、高山選手ね、改めて能力チェックの方やっていきたいと思います。はい、というわけでね、S ランクの方にやってきましたと。で、まずね、高山選手に関しては、最後の S ランク登場が、こちらのね、2020年シリーズ2に登場したジュニアトーナメントとなってます。で、去年ジュニアトーナメントね、経験した方はね、ガチャあったの知ってると思うんですが、一昨年に関してはね、契約書が12月24日かな。確かクリスマスぐらいにポンと配布されて、ガチャとかなくね、もう契約書から当てるしかなくて、自分は当てることができませんでした。で、通常 S ランクに関しては、2020年シリーズは2年前が最後の登場となってます。で、この時はね、メインがライトだったんですが、ジュニアトーナメントからメインがレフトに変更されています。というわけで、まあまずはね、弾道の方なんですが、弾道に関しては中弾道から変更はありません。で、表の3ステに関してがミートがね、がっつり下がっていて、66から56までマイナス10となってます。で、逆にね、パワーに関しては上がっていて、62から64と2上がってます。で、走力に関しては変更はありません。というわけでね、ミート56っていうのはね、結構打ちづらいかなとは思いますが、特殊能力が発動すれば補える可能性はあります。で、守備適性がジュニアトーナメントのものだとね、ライトレフトが C の60あったんですが、ライトが54、レフトが59となってます。というわけで、デフォルトで C はありません。で、センター適性も7下がって D の50となってます。またね、レフトが D の59なんで、特殊でメインをね、1上げることができると C に戻すことができます。で、裏の3ステは補給から52、53、50というわけで、ジュニアトーナメントのものから変わってません。まあ、一昔前はね、補給15とか、2019年かな、2019年のシリーズ2とかね、補給 G とかいうね、めっちゃ低い補給査定受けてたんですが、もう今ではね、52となってます。で、さっきね、特殊能力が出ればって言ったんですが、特殊能力がね、強くて代打の神様とチャンスメーカーを持ってます。まあ、なので代打の神様はミートとパワーが大アップで、チャンスメーカーはミート、ショーアップ、パワー、ショーアップなんで、まあ、この2つがね、発動すればミートね、56っていうのは、まあ、ある程度は補えるかなと思います。まあ、なのでランク戦の話にはね、なっちゃうんですが、おすすめの起用としては、カイ頭の代打っていうのが一番おすすめかなと思います。カイ頭だとね、ノーアウトでランナーいないんでね、まあ、チャンスメーカーが出ると、で、代打の神様も出ると、で、まあ、この2つがね、発動さえすれば結構ね、ミートが上がるんで、昔ね、ナバーロ選手っていう選手がいたんですが、その時にね、代打の神様とね、チャンスを持ってて、結構ね、これ3100なんですが、3400、500、1年半ぐらいね、ずーっと控えに出て代打でね、使ってたんで、まあ、ナバーロ選手に関してはね、ミートがでかいんで、まあ、その辺の差はありますが、このね、代打の神様っていう特殊能力は結構強いんで、高山選手をね、はい、頭の代打出して、代打の神様とね、チャンスメーカー出しに行くっていうのもいいかなと思います。で、第3特殊能力がね、サヨナラ男からプルヒッターに変わったんですが、まあ、サヨナラ男かプルヒッターがどっちがいいかって言われると難しいんですが、サヨナラ男に関してはね、サヨナラの場面でしかね、ミートパワーが上がらないんですが、まあ、プルヒッターはね、まあ、特に条件もなく、パワーがね、ショーアップというところなんで、まあ、プルヒッターがね、嫌いな方に関してはつけなくていいかなと思いますが、まあ、どちらかというとね、サヨナラ男からプルヒッターに変わったのは強化と捉えていいのかなとは思います。まあ、このあたりに関しては、人それぞれ捉え方はね、違うかなと思います。というわけでね、ここからは残り1枠の野手枠ね、誰が出てくるかについて触れていきたいなと思います。まずはじめにね、通常 S ランクのね、追加人数に関してなんですが、今年ね、現在16名追加されています。で、ここね、2019年以降のね、3年間は21人追加となってます。というわけで、まあおそらくね、あと5人追加がね、来るんじゃないかなと思います。で、その内訳が、先発2人、中継ぎ2人、野手1人となるんじゃないかなと思います。というわけでね、もう野手に関しては、あと1枠しか空いてません。もうね、メインポジションもね、全員追加されてるんで、で、まあ、あと一枠のね、野手、誰が来るかっていうところなんですが、13日のね、高山さんの追加の裏で、小畑さんがね、野手枠で追加されました。というわけでね、あと一枠は、小畑くんになるんじゃないかなと、個人的には思ってます。というわけでね、もし小畑くんが、通常 S ランクでね、今回登場したら、2020年シリーズ2の野手枠、ここでね、登場して以来の登場となります。ただね、もちろん A ランクが登場したからといってね、S ランクが絶対登場するっていうわけじゃないんで、今回はね、小畑くん以外で登場する可能性のある野手枠についてね、話していきたいなと思います。まず一人目が坂本誠志郎選手です。坂本選手今季41試合に出場で、1割5分6厘、安打は14となってます。これだけ見るとね、通常 S ランクで来るのかってね、思う方もいるかもしれないですが、85試合中のね、41試合に出場してるんで、まあ、全然ね、野手枠で来る可能性のある選手の一人かなと思います。
続いて二人目が山本選手です。山本選手に関しては今季54試合の出場で打率が2割8分4厘、安打が31となってます。というわけでね、まあ、今季ね、ファースト、セカンド、サードでね、守備固めやスタメン、このね、撮影している7月14日に関してもね、巨人戦にセカンドでスタメンで出てますし、54試合に出場してるんで、ここも全然ね、野手枠での登場あるかなと思います。そしてね、ラストは島田選手です。島田選手に関しては今季67試合に出場で2割5分8厘の安打が42となってます。というわけでね、まあ今まで紹介した選手の中では一番多い67試合に出場となってます。で、6月ぐらいから1番に定着して、最近はね、1番が中野くんになって2番がね、島田さんというわけで、まあ2番バッターにはなってるんですが、中野くんと1番2番で出塁してね、近本さんが返すっていうところでね、まあ点が入っていたりねするんで、島田さんに関してもね、全然野手枠でね出てくるかなと思ってて、今回ね、高山さんが S ランク、小畑くんが A ランクで、ね、追加されましたが、まあ、そこのね、2枠の S ランク、A ランクがね、島田さんと坂本さんがね、来るんじゃないかなと思ってたぐらいやったんで、まあ、A ランクに関してはね、小畑くんが追加されてますが、全然ね、島田さんが来る可能性もあるかなと思います。だけでね、まあ、残り1枠のね、野手枠ですが、まあ、個人的にはね、今回挙げた3人っていうのがね、来てくれたら結構嬉しいかなと思います。で、一応ね、小畑くんの暫定ステータスを紹介すると、A ランクに関しては表の算数がプラス10段で、ミートが57、パワーが60、総力が78となっています。というわけで、小5でね、総力 A っていうところは狙います。で、守備適正に関しては、A ランクからプラス5をしたのが S ランクとなります。というわけで、サードが54、ショートが65、セカンドが61となります。というわけで、まあね、一応メイン適正はサードとなってるんですが、ショートが一番高い適正となります。まあ、ただね、前回出た時はね、この小畑くんが一番ね、ショート適正高かったんですが、今はね、中野くんが B かな、デフォルトであるんで、まあ、全然ね、小畑くんに関しては、セカンドで使うっていうのもありなんじゃないかなと思います。で、裏の3捨てがプラス3なんで、補給から34、63、79となります。で、特殊能力に関しては走塁しか分かってません。というわけで、まあ大畑くん来るかな、どうやろうね。個人的にはね、ここ差し替えっていうのもね、全然あるかなとは思います。で、差し替えという面ではね、一緒に秋山さんも来たんですが、まぁ、ちょっとここはびっくりしましたね。まぁ、来るならウィルカーソンか、ガンケルかなと思ってたんですが、まぁ、秋山さんがね、ここで来たんですが、まぁ、全然ね、差し替えの可能性っていうのもあるかなと思います。まぁ、ただね、この A ランクの追加に関しては、本当にね、このエキサイティングの S ランク取った方に関してはね、限界突破やね、昇降ができるんで、まぁ、ありがたい追加やったかなと思います。はい、というわけで今回は高山選手の能力チェック、そしてその後にね、あと一枠で来る可能性のある野手枠っていうところについて触れていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まあ、A ランクの追加状況から見ると小畑くんがね、来る可能性はありますが、さっき名前挙げた坂本さん、山本さん、島田さんと、まあ、この3人がね、割り込んで S ランクだけ来るっていう可能性もね、全然あるんで、まあ、残り一枠ですが、野手枠の追加ね、楽しみに待ちたいなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。